吉田さんこんにちは。まあ人間生まれて死ぬまでいいこともあれば悪いこともあるんですけども、どこを切り取って自分の中に落としていくか、もしくは外にアウトプットしていくかによってだいぶ変わると思うんですよ。でも結局は私はね、わかんないですけども差し引きトントンなんだろうなと思います。いいことも悪いこともね、おしなべてみるとまつっぺになるんじゃないかなと思うんですよ。というのがね、私自分の人生をこう振り返ってみると、何事も問題なく4大を卒業して新卒で上場企業に入社してるんですよ、ね、一部上場企業ですよ。でそこで幹部候補生として入社するんですけども、順調に出世するんですよね。で、力が有り余って、年間で確かね3億円ぐらいの売り上げを一つの部門で立てて6000万円ぐらいの利益年間で出してるんですよね。まあ結構優秀な方だったんですよ。で力あり余って、こんな会社じゃ給料安くてらってらんねえやと、6000万儲けさせてなんで給料300万ぐらいなんだよと思うんで辞めてしまったんですよね。でそれから20代後半で辞めて、十数年私は自分の会社を経営してたんですよね。で40歳からその持ち余る能力を使ってネットビジネスでも大成功するっていう、こういうストーリーも書けるんですよ。でももう一つ別の表現をすると、まあ、合コンを目的に大学に行って4年間アッパラパーで過ごしました。そして会社にはなんとか入ったんだけども、その入り方もまあ絶妙というかね、あの手この手でなんとか入社したはずなんです。入社したって形なんですよ。で上場したのは私が辞めた後だから私がいる時には上場を目指している会社であって、上場したもうその瞬間に私辞めたというね、本当ね上場益を持って辞めたわけなんですよ。だから上場企業の社員でやる期間っていうのはすごく短かったんです。本当数日って感じだったですね。でそっから十数年自分の会社を経営したんですけども、20ぐらいの会社法人を潰して、で事業をね、だいぶ畳みました。そして出店したお店も1店舗も黒字になることなく全部閉店、大量に雇用した人にももう本当に辞めてもらうようなね、一方的に辞めてもらうみたいな感じだったです。で最後に残ったのが麻雀店でしたけども、ここも3000万近くの借金を抱えてもう倒産寸前と、まあ閉店したわけですけども、その時に一発逆転でネットビジネスで一山当ててやるぜと思ったそのネットビジネスがやっとギリギリお金になったって感じなんですよ。だからね、何をやってもダメだった私がネットビジネスだけは私にねチャンスをくれたのかなと思ってます。私から見るとどっちも真実なんですけども、どういう切り取り方をするか、どういう話し方をするかによって印象全く変わると思うんですよね。いや久保さん、なんかそんなんずっと順調じゃん、だったらうまくいってもしょうがないよね、絶対うまくいくよ、久保さんだからできたんだよっていうのか、それとも何をやってもズタボロで本当にね何にもなくって借金抱えて遊ぼしおぼしで働くだけ働いて何も残らなかった人生に40歳になってやっと初めてやったパソコンで花開いた、すごいなぁと、だったら自分にもできそうじゃんって思えるのかどうかなんですよね。だから表現の方法も様々で、だから吉田さんが言われたように借金があるだけどもその借金が爆速で返せてますよっていうような表現もできると思いますし、借金があるから一生懸命ビジネスして商品売ってるんですよ、あなたもそういう風になりたいんでしょ、借金あるんでしょ、じゃあ借金返すために一生懸命私と同じようにやりましょうよっていう話し方もできるんですよ。そうなんですよね、もう借金がなくってもう銭羽振りよくってそういう人がビジネスやってたら確かに憧れるんですけども、その人はプレイヤーとしてやってるのかなと、お金に困ってない人がお金に困ってる私に何を教えるんだろうみたいな捉えられることもするんですよね。だから結局どこを切り取ってどういう表現するかっていうことがものすごく重要なんだろうなと思います。それがまあ一部演出であったり、演出が下手な人っていうのは、切り取らなくていい方を切り取っちゃうとかね、そんな感じになるんじゃないかなと思うんですよね。はい、ということなんでね、私も今までいろんな表現を用いてきましたけども、やっぱりね見せている部分と見せてない部分とがあったり、見せてない部分っていうのはぶっちゃけどうなんですかって質問に全て答えるんですけども、でもねやっぱりこうセミナーとか日々の動画では答えきれないっていうか話しきれないところもあるんで、やっぱりダイレクトメッセージがすぐに返せるっていうところでどんどん分かっていただくみたいなね。でそしてだったら一緒にビジネス頑張っていこうかなと思うようでしたら、私も未だにプレイヤーですしね、それからマネージャーでもあるわけなんですよ。まあ、ですんでマネージャーにいきなりなるのは無理ですけども、
プレイヤーとして肩を並べていきたいなって気持ちは私もありますんで、ネットビジネスやりたい方はね、ぜひ速稼塾の門を叩いていただければと思います。いってらっしゃい。